はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。よっしゃ、続きやっていきましょう。前回はですね、なんと流されついたクラウド君をついに発見した、その続きコレルにおそらく向かうところからやっていきたいと思います。まずはオペレーションルームに向かおう。おい、シド、準備ができ次第コレルマ航路へ出発だ。急げよリーダーさん。合点でいい。よし、じゃあオペレーションルームに行きましょう。はい、じゃあね、オペレーション室である程度準備が整いましたので、コレルだっけな、コレルに出撃しに行こうと思います。では行くぜ。さあ、ということでコレルにやってきたけども、これであれなんだっけ、どこ行きゃいいんだったっけ。あっちか。あのさ、バレットとかさ、ラインがなんかいろいろやってたとこだよね、きっと。あれどっちだ、こっち側か。オッケーオッケー、わかった、コレル山の方だ。さあ、じゃあやってきた、ここだ、マコーロ。なんか懐かしいね。こいつらは、貴様たちは、なんじゃい、アバランチじゃい。あ、戦闘になるんだ。何も言わずに戦闘になるの。これがコレルマコーロか。まあ、特に気をつける必要は何もないよな。グレネード、これは単体、あ、全体か。ダメージは、まあまあまあ、大したことはないね。全体っていうのがちょっとだるいけど。どんくらい？どんくらいとか HP あるんだ。何その攻撃。あー、睡眠か。マジで厄介だな。オッケー、バレットさんで。多分これで倒せない。あー、来た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 。ちょっと、それはやばい。シドを起こしてくれ、シドを。あ、でもまあまあ、シドが生きてれば別にいいか、経験値もらえるし。あー、最悪だよ、もう。これで終われ。終わらないか。ちょっと待って、これ。危ね、よかった。バレットにやられてたら積んでたよね。あ、起きた。ナイス、ヴィンセント。オッケー。そう、うちね、今一番バレットを軽く持ってますんで、バレット一人でもどうにかなりそうだね。HP も高いし。オッケー。S マイン。で、これで無事中入れるのか？間一発セーフってとこか。ん？なんだ？うわー。何が来る？あ、トロッコ？あ、違うね。列車が来たね。なんだこれは。5両編成。だいぶなんか田舎のローカル線だね。で、この列車が行ってしまったことによって何があるんだ？こう、列車でヒュージマテリアを持ちに、あー、そういうことか。クソったれが。あれを追いかけるのか？人の足で間に合うのか？追うか。おいおい、俺様は誰だと思ってんだ。天下のシド様だぜ。まあ、俺様に任せとけって。え、追うの？あ、でも中入ってった。別の列車で追うとかそういう感じか？おらおらおら。あ、なるほどね。え、これ追い、あ、一両編成。だいぶなんかサイズはミニマム化したね。これ追いつけるのか、そもそも。これ、いや、でも追いつけるんだろうな、きっと。すごい。しかし、こんなものまでよく運転できるな。いや、よくはわからねえ。何？感覚で動かしてんのか。心配いらねえって、この手のもんは気合だ。レバーは左右に2本か。え、待って、これなんか、うわー、なんか嫌な予感する。なるほど、左右交互にレバーを下げ、上下すりゃいいんだな。はあ、出た。うわー、やりやがった、マジで。くっそー、そういうことか。敵さんのスピードじゃ、北来れるまで10分ってとこだな。飛ばすぜ、しっかり捕まってな。なるほど。あ、これでいいんじゃん。ひたすら上下にさ、これ間に合うの？あ、これ適当に押してれば。あ、ダメなのか。ちゃんとタイミングよく押して、でもさ、敵の位置ってどうやってわかんだ？どうやったら追いついたとかわかるんだろうか。これひたすらもうだって、パチパチ押していけばいいだけだよね、きっとね。何も考えずに。これ、あ、でも見て、横に列車があるよ。だから、やっぱうまく操作しないと、ダメなんだ。あ、ほら、あ、来た。おっしゃ、飛び移るぜ。お、来たー。やるやん。で、飛び、結構距離ないそれ。で、飛び撃つ。あー、戦闘もあんのね。なるほど、敵は機械か。あ、こいつさ、結構リメイクだと常連の敵だよね。へえ、こんな感じで戦えるんだ。どんくらい HP は高いのか。ちょっと見破っとく、せっかくなら。でもなんか、どうせサンダラとか弱いでしょ、雷に。超有害スモーク。なんだろう、毒とかになる。あー、毒、沈黙とか。うわ、だる。サンダラも効かないじゃん。うぜえ、あいつ。ちょっと見破ってもらおう。レベル42、ガスタグター。あ、3000もあんの。結構やるやん。なるほどね。戦う。
いや、毒厄介だね。しかも割とあるしね。ブーストジャンプ。お、かっこよさそう。ちょっと一旦ケアレラ。え、どんな技？ジャンプして、グサ？あ、すごくシンプル。オッケー、撃破。お、しかも経験値ももらえる。うま。で、これは？どうすんの？先進んでいく感じか？なるほど。とりあえずこれを繰り返していけばいいのか。ああ、どんどん敵もちょっと強くなっていくパターンね。ちょっとじゃあちゃんとやろうか。ケアルラで一旦回復。魔法か。え、シド。マジか。サンダラ。シド死んじゃうの？それは良くないな。やべえ。いやーもう最悪。マジで最悪。MP だけ持ってかれた。こいつ、やるな。どうしようか。バリア、ヘイスト。ヘイスト一旦かけておくじゃん。マジか。シド、フェニックスのを、シドさんにやるでしょ？ヘイストかかるでしょ？いやー、こいつしかも HP1 体3000あんでしょ？ちょっと厄介だね。待てよ待てよ、落ち着いて。で、万能薬。沈黙直すのって、これでよかったんだっけ？金の針だっけ？いや、わかんねえ。ガリアンビースト。あ、やっちゃえ、やっちゃえ、やっちゃえ。あ、金の針ちょっと違ったっぽいな。やべえ。シドは戦う。バレットはケアルラ。オッケーオッケー、やっちゃえ、やっちゃえ。もうしたこっちゃねえよ。バーサクダンス。1000ぐらいいく？あ、まあ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 。いいか、いいか。いいよ、ミスでしょ？あ、クラウンだ。そっか、ダメージは普通に通るのか。で、バレット回復。やばい、待って、上の7分っていうのが気になるんだけど。なんか何回かバトルがあって全てこなさないとダメなのかな。いや、わかんねえ。ビーストフレア。あ、結構全体か、それ。お、ダメージ。強くね？戦う、戦う。いや、ば、いや、強いな、マジで。ヴィンセント強。で、オッケー。これでどんどん先に進んでいく感じ？あと5分。え、ちょっと待って、どうした、どうした、どうした。もう先に進めないんだけど。あ、びっくりした。場所ね。じゃ、ちゃちゃっとラストまで終わらせようか。うわー、なんか強そうなの来たー。こう、鉄拳持ってる。かっこいい。グラビで？ちょっとブリザラ。ちょっと待って、魔法を、ペイスト、今度こそサンダラ。どう？ブリザラが、あー、300？ あんま食らわないね。ペイストを使う。物理、魔法の方、どっちが通るんだ？サンダラ。どう？ちょっと見破っていく。あ、結構こいつ防御力硬い的、硬い感じか。え、強くない？一撃重たくね？あ、でもバレットなんとか戦えそうじゃない？戦う。ウルフラマスター。一番水に弱い。あ、水か。水持ってねえんだよな。これはもうどうしようもねえな。戦う。リミットグレネードボム。あ、敵の技でなんか水の、いや、持ってたかどうか怪しいな。しかもこいつ1万か。どんくらいくらい？あ、もういいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。5分の1削れた。それはでかい。アトミックレイ。明らかに全体攻撃っぽいぞ。単体か？でもなんか一撃で倒されそうな気もしなくないんだけど。あ、ぶんね。強いし。ちょっと待てよ。ちょ、バイオラ、毒になんねえかな。シド戦う。マイティーガード。ちょっと待て、水の技。水の技はないね。ちょ、魔法ケアルラ。さあ、どう？ 6 になる。あ、なるじゃん。なんだよ。でかっ。毒になるならもうこっちのもんでしょ。オッケーオッケー、300でしょ。めっちゃ食らってくれるじゃん。でけー。いや、ありがたいな。オッケーオッケー。これだったら余裕だわ。毒入ってくれるのはだいぶ。200。待って、ちょっと弱くないか、君。もうちょい頑張っていただきたいんだけど。あ、オッケーオッケー。ナイスナイスナイス。戦う。あとは、あ、そうか、マイティーガードか。なるほど。あれを剥がすにはデスペルとかなのか。ヘビーソード。いや、強いなぁ。一撃。重た。ちょっと待って、次シド狙われたら普通に負けるんだが。戦う。ちょっとリミット、アトミックレイ。ちょっとシドはやめて。だからシドっぽくない？それ。うわぁ、シドじゃん。完全シドじゃん。ミス。あー、残念。シドー、ごめんよ。ちょっと待って、シドを回復させるんだ。いや、毒のダメージがマジで、うわぁ、ちょっと倒しちゃった。経験値シドに入んねー。最悪。超もったいね。ちょっと待って、ちょっと待って。魔法でさ、確か誰かレイズ持ってなかったっけ？魔法、違うな。ケアル、違うね。あ、持ってる持ってる持ってる。で、ヴィンセントじゃなくて、バレットで、ケアルラ。オッケー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 。よし、じゃあ次の戦いに行こう。あと何個あるんだ、これ。4分で足りるのか。さあ、次は？お、なんか、
エアームドみたいなの出てきた。くそかっこよくね。何それ、一旦ヘイストやるじゃん。魔法をレバリア、レバリアか、うん、ブリザード、ブリザーガか、ブリザラかで魔法を、また毒になってくんないかな。500で魔法で一旦はいいか、戦う、ちょっと待って、見破る、あー毒にならない、機械か、これちょっと機械だから毒とかいうそういう概念はなさそう。さあなんだ、イーグルガンレベル46、17000、雷に弱い、来た来た来た、サンダガゲーだよこんな。サンダラ、さあ行こう、もうヴィンセントはひたすらこれだね。あーいいいいいい、素晴らしい、1300入ってくれるんでしょ。これどうなんだろう、時間切れになったらとかあるのかな、ちょっとよくわかんないけど。サンダラいいじゃん、あざっすあざっす、戦う、いやダメージでけー。でシドちゃんは召喚、召喚ってさラムーだったよね、そうそうそう、やっちゃえやっちゃえ、戦う、さあ行こう、雷の召喚獣だ、ラムちゃんで、いやどんぐらいダメージ出てくれる、2000、いや2000じゃ甘いな、3000ぐらい言ってくれなきゃ困るよ召喚獣。さあどうだ、ラムちゃんのさばき、さばきのイカづちか、イカづちのさばきか、さあどう、あれなんかちょっとサンダラとあんま変わんねえな、シドのステータスによるのか、ちょっと残念で、シドは戦う、あれちょっと待って、ヴィンセントサンダラどうした、もうなくなっちゃった MP、 まだあるよね、魔法サンダラ戦う、リミット技ブーストジャンプ、すげえシドリミット技使える。さあ行こうか、そろそろさ、あてかしっかりタバコ火ついてんだ、俺演出細けえな、バレットで回復一旦入れとこうか、次の戦いもありそうだし。オッケー、1500、いやマジでか、あ待って、あぶねえ、あなんか強そう、まあいいや、サンダラ、ちょっと待ってよ、シド戦う、バレットはケアルラ、まだ倒すなよ、バレットのケアルラを発動してから倒して、あー素晴らしい、2分か、ちょこいつに時間使いすぎてねえか、大丈夫か、サンダラ、まあ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 いいだろう。さあどうする、カウンターがバレットあるからな、だいぶいいぞいいぞ、戦う、これでそろそろ倒れてくんねえか、オッケー、撃破、あと2分、どうなんだペース的には、どういうのか分かんないけど、さあ残りどんぐらいなんだ、あと何回バトルすればいい、あもう終わり、あラストあの兵士か、お何やってんだ、あ隠れてんのか、げ貴様ら、さあておとなしくヒュージマテリアを渡しな、くうわー、そうかラストはあいつか、あいつを倒せばヒュージマテリアが手に入るのか、え残り1分半、これ間に合うのか、時間的に大丈夫なのか、ちょっと待てよ、ヘイストをかけるじゃん、うわあいつ厄介すぎるぞ、待ってバイオラ絶対毒効くだろさすがに、ちょっと待ってやばい、いけるか、いけんのか、頼む毒食らって、毒になってお願いだから、おーな、おーなったなったなった、でかでかでか、ナイスナイスナイス、ちょっと一旦バレット一人で頑張ってもらって戦う、で指導起きるでしょ、戦う、もうこんな見破ってれば、あ弱くない最後めっちゃ弱いじゃん、なんだよ焦って損したわ、これで残り1分あるけど終わり、まだどうなんかあんのかイベント、この指導様に向かってくるとはいい度胸だ、お前のことは忘れないぜ、そんな場合じゃねえぞ、ブレーキを頼むリーダーさん、なんだブレーキって、あ止めんのか、分かってら、ややい、やいのや、やいのやいの騒ぐなって、このままじゃ北来れるに突っ込んじまう。これ会話読んでたら時間経っちゃうんだけど。さてと、交互に入れるなら加速。両方のレバーを同時に上か下に入れればブレーキだな。おう。なるほど。結構止まってる？ダメじゃねえか。いや、逆じゃないか。なるほど。ち、反対かよ。今度こそ見てろ。え？え、止まんないんだけど。合ってる？合ってる？おいおい。なんだこれ、え、やばいやばいやばい、あと20秒しかない、あれ失敗した、クソったれー、え、これもしかしてやらかした止まった、止まって、あ、危ねー、奇跡的に成功したみたい、よかったぜ、キーアイテム、あ、ヒュージマテリアを手に入れた、ありがとうございます、やったー、じゃあこれでもう一個の方なんだっけ、なんとか、いや、忘れちまったぜ。なんだっけ、なんとかフォートみたいな。なんかそこに行けばいいんだよね。よし、じゃあ一旦今日はここまでしよう。次回なんとかフォートに行って、ヒュージマテリアを回収していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。